サマーリングローは、アメリカの女優であり、SF シリーズ、ファイアーフライ宇宙大戦争とその続編映画、セレニティでのリバータム役、ターミネーター、サラコナークロニクルズでのキャメロニ役で知られる。グローは、テキサス州、サンアントニオに生まれ、二人の妹と共に育った。彼女は、スコットランド系アイルランド人とドイツ系の血を引く。母親は、 学校の教師であり父親は総合建設業者である。グローは、奨学金を受けて、バレエ団に入り練習のため3歳から12歳まで、在宅教育を受けていた。グローは、バレエダンサーになるため幼い頃から練習を、積み単語とフラメンコの勉強もした。しかし足の指を骨折し、ダンサーとしてのキャリアが終わると、2002年に、ロサンゼルスに移り住み、 より積極的に役者の道に入る。グローの初出演作品は、テレビドラマ、エンジェルのエピソード舞台袖である。彼女はここで、ジョス・ウィードン監督の目に留まり、短命のテレビシリーズ、ファイアーフライ宇宙大戦争とその続編映画、セレニティで、リバータムを演じることになる。グローは、ジョス・ウィードンに出会う以前、パワーアレンジャー、ワイルド・フォースの、 パワーレンジャーのメンバー役でオーディションを受けている。グローは、テレビシリーズ、コールドケース迷宮事件簿のエピソード、ハレー彗星、に出演する。また、映画、スリープオーバーでは、小さな役である、シェリーという、名の高校の先輩を演じる。他にも、CSI のエピソード青の衝撃や、ザユニット米軍国費部隊、セカンドシーズンに、 クリスタルバーンズ役で登場する。2006年、グローは、4400未知からの生還者の、セカンドシーズンで、変質病と統合失調症のテス・ドルナーを演じ、サードシーズンではたまに登場するようになる。彼女はまた、SF 映画、マンモスにも出演する。グローは、ABC ファミリーのテレビ映画在にシエーションオブ、さらにも出演した。2012年、 サンディエゴコミコンにおけるグロー2008年1月13日に始まったターミネーターサラコナークロニクルズでグローはスカイネットからジョンコナーとサラコナーを守る要塞プログラムされたターミネーターキャメロン・フィリップスを演じる神の手などを含むこのシリーズの7つのエピソードでグローはバレエを踊るグローはその後 2009年の CBS のシチュエーションコメディ、ビッグバン、セオリー、ギークな僕らの恋愛法則の、セカンドシーズンのエピソードターミネーターキャメロン VS、オタクの法則、にゲスト出演する。2009年8月26日、それまで多くの憶測が飛び交っていた、グローのジョス・ウィードン作品、ドールハウスへの出演が確認された。セカンドシーズンの前半に、 少なくとも二度出演することが明らかになった。彼女はドールハウスのライバルプログラマー、ベネットを演じた。2010年3月12日、NBC のザ・ケープ・シックのヒーローで彼女が主要登場人物を演じることが発表された。2010年6月、ホラーコメディ映画ナイツ・オブ・バッド・アスダムへの出演が明らかになる。2011年7月11日、 グローは、アルファズ、アルファズに、スカイラー・アダムス役で出演する。グローは、DC コミックスのオリジナルアニメ映画スーパーマン、バットマン、アポカリプスで、カーラ・ゾエルの声を務めた。グローは2005年に、SFX マガジンで最優秀女優に選ばれ、2005年度サターン賞で、セレニティでの演技に対し、助演女優賞を受けている。彼女は次に2006年度、 エアロックアルファの最優秀女優賞映画部門を受賞する。2008年、彼女は、ターミネーター、サラコナークロニクルズのキャメロン・フィリップス役で、第34回サターン賞、助演女優賞テレビ部門を受賞する。そして同じ役で、スパイクテレビのスクリーム賞最優女優賞、SF 映画、テレビ部門を受賞する。サマーグローは、BC ウィメンズ・ホスピタル&、 ヘルスセンターといった、いくつかの事前団体に関わってきた。グローは、動物愛好家であり、ロサンゼルス動物虐待防止協会を支援している。彼女は、資金調達のためペット用のボールに、手塗りで装飾を施し、それは後に、イベで販売される。また、彼女は1995年に再色主義者になったが、2005年に、この撮影が終わるまで、 ステーキを食べていたわと述べた。グローは、中国武術とキックボクシングを含む、複数の武道のフォームを習っていた。サマーグラフ、アバウト・ハー・キャリア・ SUMMER-GLAU.net インタビュー。ドールハウス、ファイアーフライ、エンジェル、バフィー、2007年4月16日閲覧。サマーグラフ・バイオグラフィー。フィルム・レファレンス、2012年10月23日。 閲覧。A.B. ロビンソン、ターシャ、サマーグラフインタビュー。The A.V. クラブ、2008年2月24日閲覧。A.B. クリーハン、ディアネ、スティールサマーグラフ、S ワークアウトティップス。ウィメンズヘルス2009年12月10日閲覧。フアン、クリス、ホットサマー。GQ、2010年9月25日閲覧。ゴールドマン、エリック、セレニティカムズー。 さらこなー、イグノ、2007年2月15日閲覧。スクープ、サマーグラフプレイズウェイ、ラッパーイン、常輪地エスナイツオブバッドアスダム。BLEEDINGCOOL.com。2010年10月28日閲覧。サマーグラフジョインズ、常輪地、エスザナイツオブバッドアスダム。DREADCENTRAL.com。 2010年10月28日閲覧。アンドリーバ、ネリー、サマーグラフムーブス2、ザ・ケープ。ザ・ハリウッド・リポーター。2010年3月12日、閲覧。ターミネーター、ホッチエ・サマーグラフ・バトルズ、ヘビーメタル・デーモンズ・イン、ナイツ・オブ・バッド・アスダム。BLOODY-DISGUSTING.com。2010年10月28日閲覧。 アルファズ107キャッチリリース。summer-glau.net 2011年8月3日閲覧。サンズリッチファーストルックサマーグラフテイクスオフアズスーパーガール。tv ガイド2010年6月29日閲覧。アンドザ・ウィナーズアレ。サターン・アワーズ2012年10月23日閲覧。ファイアーフライ。 ハリー・ポッター・スウィープ・ジャンル・アワーズ。エロック・アルファー。2010年1月21日閲覧。エンチャンテッド・アンド・ロスト・アレ・ザ・ビッグ・ウィナーズ・アット・ザ・34ス・アニュアル・サターン・アワーズ。サターン・アワーズ。2012年10月23日。閲覧。スパイク・ TV ・アナウンス・スクリーム 2008. スパイク2008年9月10日閲覧。オンラインオークション、ベアーズ・ザット・ケア。 bcwomen's.hospitalandhealthcenterfoundation.2007 年3月31日。閲覧。supported、e、causes.summer-glau.net。2012年9月10日閲覧。ab.danceofthetelepassic space assassin.telegraph.co.uk。2009年2月18日。閲覧。bond. ジェフ、サマーグラフ。ギークマンスリー。2008年1月18日閲覧。マレー、レベッカ、サマーグラフトークスアバウトセレニティ。アバウトドットコム。2012年10月23日閲覧。サマーグラフ、セレニティ、エスサイキック。リビールズオール。summer-glau.net。2012年10月23日閲覧。 オフィシャルビデオフォー、キースアーバンウエスロングホットサマーキャピトルレコーズナッシュビル2011年8月30日閲覧ありがとうございます